レザースニーカーレビュー明智です。今回もよろしくお願いします。今回ご紹介するのはこちらの一足になります。大塚製菓さんの唯一のハイカットのモデル HS6010 ホースという名前ですね。やぶさめのジンバ一体というところからヒントを得て命名された靴ということみたいです。色はチョコレートという色ですね。焦げ茶っぽいようなちょっと暗めの茶色、そういう一足になります。この後はこんな内容のことをお伝えしたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。1つ目ですね、人家一体って何ですかということなんですけど、履く人と靴とが一体化しているようなデザインという、靴単体というよりもコーディネートとしての一体感みたいな、それがこの靴の寛容な部分というところなんだと思います。着用画像ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、こんな感じでパンツからのシルエットっていうのはとっても綺麗に見えると思うんですよね。ブーツっぽいけど品があるような感じ。どっちがもちろんいい悪いっていう話ではありませんけど、レッドウィングとかのソールが結構存在感があるような大きいタイプのブーツっていうのとはちょっと違う感じの見た目になってるかなと思います。洗練された感じっていうのは結構しっかりあって、決して主張しすぎないタイプの靴というか、履いた時のシルエットを大事にしているっていうのがよくわかる気がするんですけど、いかがでしょうか。結構全体的には綺麗にまとまってるような感じがあるなと個人的には思っています。この流れで2つ目のお話です。なんでパンツからのラインが綺麗なんだろうと、その秘密というかデザイン上の工夫みたいなものについてお話ししたいと思います。まずはかかとの部分に注目していただきたいんですけど、こうやって見ると分かりやすいと思うんですよね。かかとの位置がだいぶトップに比べてストンと落ちてきているという、これがこの靴の最大の特徴なんじゃないかなと思います。このおかげで足元のスッキリ感が増すというのと、あとは単純にこの足入れもしやすくなるっていうのと、この足首の可動域ですよね。ブーツって結構ここで締め付けられることが多いので、足首があんまり自由が利かないっていうのもあると思うんですけど、この靴だったらこの可動域っていうのも広く取れるし、そういったところがとても面白いと思うんですよね。同じ大塚製菓の RG600 なんで、これはこういうローカットのタイプのものになります。同じチョコレートっていう色味のものでちょっと比べてみたいんですけど、これはちょっととっても面白いところで、前から見るとどっちがハイカットですかっていうのはまあ一目瞭然なんですけど、後ろから見るとこの靴っていうのはかかとの高さがこうやって同じなんですよね。どっちがハイカットだかわからないような、そんなところまでこのかかとの位置がこう下がってきてるというところ、ここが同じ高さになっているのがお分かりいただけるかなと思います。ブーツ系の靴もハイカットのスニーカーっていうのも基本的にその足元で存在感っていうのがあると思うんですよね。でもこのホースっていうのは意外にその全体的なシルエットとかコーディネート、そういったものの中で主張しすぎないというか、全体と共存するような感じ。さっき人家一体っていう言葉があるよって言いましたけど、これはまさにそういったところを指すような言葉なんじゃないかなと思っています。あとはこの靴のパーツの感じですね。正面から見ていただくと分かりやすいんですけど、このつま先から流れるようなラインを作っていて、これがそのデザインをシャープに見せているというか、実際はここの足幅って 3E あるんですけど、一見そんなに幅がゆったりしているようには見えないと思うんですよね。これも全体的な流れをきれいに見せるような、そういう大事な要素の一つなんじゃないかなと思っています。ここまでビジュアルのことに触れてきましたけど、アイカットってもちろん履き心地っていうのはとっても大事だと思うんですよね。単純にその靴が足に触れる面積っていうのが広いっていうのもあるし、あとは足首まで靴が来るっていうこともあると思います。なので良い履き心地へのハードルが高いハイカットとも言えると思うんですけど、この靴がそんなハードルをどうクリアしているのかっていうのを見てみたいと思います。まずは足首周りのクッションですね。内側をこうやって見てみると、しっかりこう足首の周りですね、ここ全体に入っていると、これがしっかり足首を包んでくれる感じの安心感につながってきます。このシューターの裏側もそうですよね。ここも結構柔らかくて足にぴったりフィットするような感じになっています。一方でここのかかとのスエードの部分なんですけど、ここは他の大塚製菓のローカットの靴と比べるとちょっとおとなしいというか、本来このスエード素材っていうのはかかとがその靴の中で滑りづらいように滑り止め防止という意味でここについているパーツなんですけど、このホースはもともとハイカットなので、このすでに足首のところでしっかり足の位置っていうのはもう固定されてるじゃないですか。なのでこのハイカットのスエードの部分っていうのは
このローカットについているスウェードのパーツよりも薄めに作られていると、そんな感じがします。必要なものはしっかりあるけど、そうでもないものは控えめにと、そういうメリハリっていうのはまあとっても大事なんじゃないかなというのは思うところなんですよね。このハイカットホースっていうのはもう足全体を本当に柔らかくこう包んでくれるような安心感、全体的な柔らかさ、心地よさっていうのは十分そのハードルっていうのを超えてきてるなっていうのは思っています。あとは靴のフォルムをしっかり守るための芯材ですね。つま先とかかとの部分ですね、ここにしっかり硬い芯材が入っています。靴の形状をちゃんと守るためですね。あとはソールについてのお話になります。このインソールとアウトソール、これの相性がとってもいいんですよというお話です。このインソールは光の加減でお分かりいただけると思うんですけど、ちょっと凹凸があるような感じ。このかかとの中心部分っていうのはややへこんでいて、周りがちょっと立体的になっているような感じがあります。この柔らかさが足の形にしっかりフィットしてくれる感じがあります。こんな感じの柔らかなインソールについているアウトソールがこういう感じのアウトソールになっています。このアウトソールは結構硬さがしっかりあって、これだけ薄いアウトソールになっています。はい、こんな感じで結構薄いと思うんですよね。でこれだけ薄いと、その足裏の感触っていうのがちょっと直接伝わってきやすそうだなみたいな、石踏んじゃったとか段差だったりとか、そういったものがよく分かりやすいんじゃないかな、なんてちょっとその辺不安になる方も多いかなと思うんですけど、そこはさっきのこのインソールですよね。これだけ薄くてコツコツ硬くてっていうアウトソールなんですけど、インソールがその衝撃だったりとか感触っていうのをしっかり吸収してくれるので、歩き心地っていうのはとてもいい感じになっているのかなと思います。そういう意味でこのインソールとアウトソールですよね、この2つのバランス感というか、そのコンビネーションみたいなもの、大塚製菓さんっていうのは今年で創業150年、もう明治5年創業の老舗なんですけど、そういう時代からずっと日本人の足を見ているメーカーの技というか、経験とか知見とか、そういうものの積み重ねなんじゃないかなっていうのは思っています。ということで今回は大塚製菓の HS6010 ホースですね。色はチョコレートという色のものをご紹介してみました。このハイカットっていうのはもう何色もご紹介したので、ちょっとでもイメージ湧きやすいかなと思って、これまで撮ったいろんなカラーの画像も今回はたくさん使ってみました。あとは概要欄にたくさん情報が載っていますので、ぜひそちらも覗いてみてほしいなと思います。で気になったらそこから大塚製菓さんのオンラインストアのページにも直接行けるようになっているので、より詳細を知りたいという方はそこからおしゃれの情報を確認してみてください。はい、ということで今回もお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお目にかかりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。